上野観光連盟の事務総長をやっております茅野でございます。こんな感じでいいのかな。いいです。で、まあ、まあいいじゃない、東京春音楽祭、今年で10周年ということで、誠におめでとうございます。思い起こせば、その昔、若い仲間と一緒に、いろいろ話してるときに上野公園にオペラが溢れてたらいいだろうなっていう夢を昔語っていたんですけれども、そこへ春音楽祭さんが、オペラを、上野で舞台に、演奏していただいて、その夢がどんどん実現していく様を非常に嬉しく思っております。